ここが新しくできたジム、オールドジムって言うんだ。もうなんだか古いんだか新しいんだか分かんねえなこれ。まあいいか。すいません。いらっしゃいませ。坂本一世か、はい、いや坂本一世みたいになってるか。いやいたんで昔こうタンクトップ着てこジーパン履いてる人。ごめんな分かんない。あのジム入りたいんだよ。あ、事務員の募集の方で。ちげえよ。ジムの会員になりたい。あ、スポーツジムの方で。知らないよ、ジム員募集してるとか。あ、そうですか。あの妊娠中の方はちょっとお断りしてねえよ。男だよ俺。あ、男性ですか。男性だわお前。あ、そうですか。女性だと思ってたのか。はい、男だ男、はい、うん。あ、それでは私担当します、うん、坂本と申します。坂本って坂本っていうの。はい、マジで。はい、いや、まあ、もうもろじゃん、もうまんまだね。すげえテンション上がってる。坂本さんですか。はい、下の名前なんていうの。和夫です。和夫かい。そこ違うの、はい、どういうに書くの。一生懸命の一生と書いてます。一世じゃねえかおい。いや、もうもろじゃん、坂本一世じゃん。すげえ超テンション上がってくるわこれ。坂本一世だ。いや、ごめんな、分かんない、まあ、若いから。多分昔いたんだよそういう人。新加瀬大衆ですよね。知ってたのかおい。知ってたの。結構言われてんで。言われてたんだ。はい、じゃあもっと早く勝利しろよ。あ、すいません。一人でバカ見てたって、はい、あ、知ってたんだ。はい、いや、ちょっとなまってきたから最近さ、言葉が、体が、あ、体の方で、うん、はい、だからちょっとジム来ようか。あ、それでは今から手続きします、うん、あ、本当、はい、よろしく。それではこちらの鉄アレを持ってお待ちください。あ、もう来たんだこれ。もう来たんだ。はい、え、まだ早くないこれ今来たんだ。あ、そうですか。うん、ちょっとこれいいや。あ、そうですか。いろいろ話聞いてからにしたいから。あ、はい、うん、いや、この間さ、会社で人間ドック行ったのよ。あ、はい、そしたらちょっと検査引っかかっちゃってさ。あ、人間ドックですか。うん、だからちょっと体鍛えなきゃダメかなと思って。あ、まあね、もう人間ドックに引っかかってジム通う方って多いんですよ。あ、やっぱいるんだ。で、僕も今度人間ドック行くんですけど。人間ドック、おい、人間ドック。すげえ気になるんだけど、それ何それ。あ、すみません、帰国子女なもん。帰国子女そうなるって。すみません。人間ドックだけどね。はい、うん、え、何、ホットドッグはどうなの。ホットドッグ、あ、普通なんですよ。人間ドックは。人間ダッグ。もうダッグより人間が気になってきた俺。人間っつってっから。人間。うん。で、それで引っかかったからちょっと体動かさないとなと思って。あ、そうですか、うん。でしたらですね、一つ手前の駅で電車を降りて歩くっていうのをおすすめですよね。うん、ああ、まあ駅1個分歩くってやつね。はい、よくやってる人いるよね。はい、うん、あとはまあ思い切って犬を飼って散歩するとか。あ、犬の散歩ね。あれも体鍛えるからな、結構、ね。ダッグラン行ったりする。うるせえ。ドッグランだろあれ。ドッグラン。ダッグランってなんだ。ダッグラン。いや、そうじゃなくてジム入りたいんだよ。はい、もういいでしょ別にその犬飼うとか。あ、そうですか。うん、あ、まあでも僕もここで体を鍛えながらこの体型を維持してる。あ、維持してたそれ、ええ、維持してたのこれ。はい、結構たるんたるんですけど。そうですか。うん、まあ、でもお客さんも死亡率高そうですよね。あ、俺、いや、俺こう見えて体脂肪低いのすげえ。いや、そうじゃなくて、うん、早めに死亡する確率が高そう。そっちの死亡率か。そっちの死亡率高いってどういうことだよ。はい、でもまあそのフジテレビの展望台みたいな体型をなんとかしない。誰が球体なんだよ。球体じゃねえよここお前。こっから花火見えんのが綺麗。でもちゃんとここでトレーニングすれば、うん、正三角形みたいな体型になる。逆三角形だよ。逆三角形。なんで俺正三角形になりてんだよ。どん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 とんがってるじゃないか。逆三角形ね、はい、ちゃんとあの声かけていただければ、うん、トレーナーの方が6から9まで指導しますんで。1から10まで教えろよ。なんでその中途半端6から9なんだよ。声かけたらちゃんと教えてくれよ。あ、はい、すみません。あ、ジム、あ、あれあんの、あのこういうやつ。いないいないバー。いないいないバーじゃない。いないいない場合じゃない。なんかこういうマシーンみたいなんじゃん、こういう。ちょっとそういう原監督みたいなのが。原監督こんなことしないで。原監督こうでしょ。あ、こうでしょ。原監督こうだろ。あ、こういう、あ、こういうやつ、ね、ウィンクみたいになった。急にウィンクみたいになった、はい、ございます、ございます。ある、はい。あ、ほんと、なんかジムってこれだよな。そうですね、うん、あとはまあこういうマシーンもございますんで。え、ないですよ、ないですよ、初めて見た。こういうマシーンですね。こうやってこうやってやるの、はい、何マシン、何マシンだろ。エスプレッソマシン。コーヒー作るやつ。それコーヒー作るマシンだろそれ。飲み放題になっております、ね、いや知らねえそんなの、はい、何今のどういう。いや、こうつけてつけてはめて、これ何なのこれ。これ何なの。完成です。完成なんだ、はい、完成でみんなこうやるの。そうですね。あ、そうなんだ。まあ人によってはまあこういく人、まあまあまあほとんどの人やんねえと思うけどね。はい、あ、そうなんだ、はい、そういうのもあるの。はい、あのプールあんの。何言ってるんですか。ありますよ、ぶん殴りますよ。なんでぶん殴らないしてくれるんだよ。なんでぶん殴らなくちゃいけないんだよ。いや、プールあんの。温水プールございます。あ、ほんと、はい、なんかプールすげえいいらしいな。いいですね、うん、今あれ泳がなくてもなんかプールの中でこうやって歩いてるだけでいいでしょ、はいはいはい、それで相当な全身運動なんですな、だからなんかあの水流がなんかマッサージ効果もあるっつって、なんか女性なんかも今泳がないでほとんど歩いてるっつって
俺も一緒に歩きてえなと思ってちょっと何言ってんのか、なんで何言ってんか分かんないんだよ、なんで何言ってんか分かんないんだよ、なんで途中から笑ってんの。そうだよ。あ、プールあんのね。ありますあります。あ、そうなんだ、はい、いいね、プール気持ちいいからね、はい、中でするおしっこ最高ですね。何言ってんだよ汚いの、何言ってんの、従業員が言うことじゃねえだろそれ。お前全長50メートルのプールがございます。あ、50メートル、はい、結構立派なプールじゃん。ただ水深が30センチになる。あっせあっさいね。足湯かお前、足湯じゃねえか、ただのお前50メートルのお前、それで証明したらただ便所だぞお前、汚いの汚いね。あ、どうします、入会されます。いやちょっと待って、なんか不安になってきたな、いろいろ聞いてたらさ、不安になってきたよ、はい、なんか入会金とかどれぐらいかかるの。それはちょっとここでは申し上げられない。どこで申し上げるんだ。じゃあ申し上げろここで。あ、じゃあご説明しますね。こちらノーマルコースですと、うん、入会金5万円、月額2万円で使い放題となっております。うん、ああそうなんだ、はい、5万か、結構するない。まあ使い放題って言われても、はい、そんなに通えないと思うんだよね。あ、そうですか。でしたらこちらナイトコースがおすすめになってます。ナイトコースなんだ、ね、夜8時以降限定なんですけど、うん、月額1万円でご利用できます。月1万なんだ、はい、え、8時から何時まで使えるの。8時5分まで。あっという間だな着替えて終わりじゃねえか、はい、着替えて足湯にジャバンってやって終わりだよね。でしたら超ナイトコースっていうのございますか。あ、そんなもん、はい、深夜12時から朝7時まで床を磨いて汗をかくっていうコースなんです。でも掃除のバイトじゃないかそれ。お前月額2000円になりますけども。なんで金払うんだよこっちは。どうなってんだ今の日本お前。あと今入会されるとオープン記念で特典があるんですよ。あ、特典あるの、はい、隣のお店のハッドッグワイケン。もう何言ってか全然わかんない。隣のお店のハッドッグワイケン。何言ってんだ。何隣のお店の何。ハッドッグワイケン。ホットドッグつってんの。はい、お前さっきホットドッグ普通に言えてたじゃないか。いやもう無理ですね。何が無理なの。帰国子女なんで。帰国子女ダメなんですぐ無理になっちゃう。無理になっちゃう、すいません。ホットドッグの何。ワイケン。割引券は日本語だからなお前ホットドッグワイがもうドッグみたいになってんじゃん。そうっすかね。わけわかんねえなそれな。ホットワイケン分かったっての思い出してる。あ、そんなあんだ、はい、もしあれでしたら一度見学なさいますか。あ、見学とかあんの。大丈夫ですよ。まあちょっと入んねえと思うけど多分な。あ、そうですか。でもちょっと見てみようかな、その変なプールで泳いでるやつ見てみてから。あ、そうですか。でしたらこちらの用紙にご記入。あ、すいません、ちょっとお待ちください。どうしたん。いや、髪がダーッといっちゃったんですよ。いや、どっかは普通に言うよ